やられた。僕の毛じゃないと思ったよ。で、僕は自分がなくしたと思った。最近すぐなくすからね。うん。M丸がガグーたらしてたから、M丸に僕に電話してと。うん、ごめん、ちょっと本当にちょっと音鳴らして自分で探すつもりだったのね。で、どうせいつものみたいにね、この机の下とかにあるだろうと思ったわけよ、うん、そうしたらさ、夢丸この辺が音がするのね。夢丸が鳴らしてでしょ。夢丸が鳴らしてくれて、うん、この辺が音がするのね。だから僕最初はさ、えどっから音しんやと思ったのね。そう、夢丸の携帯から発せられてる音だと思ったから、うんうん、そうしたら違うのよ。夢丸の携帯じゃないところから僕の携帯の音がするのよ。不思議だ。だってここにあったよ、ここの中に。どこ？もう一回入れようか、じゃあ。もう一回入れる必要ないだろ、絶対に。ここにあったよ、ここに。ここの中にあったんだよ。で、今、僕聞いてるんだよ。このパンツの中だったのか、それとも上だったのかって。うん、それによって違うやん、この処罰が、うん。ドラが乗るかどうかない？そう。裏ドラが乗るかどうかじゃん、それは。パンツの表でしたか、裏でしたか。思ってた。ああ。無罪だな、これは。無罪ではないな。無罪ではないけど。ちなみに言うと、犯人は俺ではない。犯人はこの中にいるな。すぐ信じるな、人を。何見たの今。本人もう一人人がいたりする。犯人探ししてんだよ。夢丸のチンチンから出てきて犯人は俺ではないわ、やばいでしょ。容疑者4人だ。亮、夢丸、哲也、そしてこの動画を撮ってくれてるカメラマンさんとして雇った初めて会った芸人さんだ。この方ですね。ペイ。あ、やるなこの顔。やりそうなだけですから。ペイって顔してる。でもなペイソンさんは、はい、うんこは漏らすけど人の携帯を言わんで。入れたりしない。うんこ漏らすこと言わんで。うんこ漏らすから。うんこ漏らすときも、だって僕たちの前で漏らすなかったじゃん。その知り合いの女の家で漏らしたって言う。言わんで。やめて。だから僕たちにはまだちゃんと礼儀があると思うんで、だから今回はこの話し合い会場外人です。ありがとうございます。ただのうんこ漏らす人、はい、ただのうんこ漏らす人。それで言えばお前ら3人はうんこ漏らし合ってるけど、俺はうんこ漏らしてないよ。両方無罪。なんでうんこ漏らし合ってるの。はい、漏らしてありがとうねみたいな。漏らし合ってる。うん、俺は礼儀は。じゃあ両方うんこ漏らしてるでしょ。漏らさねえから意味がわかんねえから。なんでこれがここの世界で少数派なのかわからんもん、この部屋という世界で。じゃあ漏らすって言ってもさ、あれだよ。あー、うんこ出ちゃう、うんこ出ちゃう、ブリブリじゃないよ。そう、なんか、ふぅ、そう、事故みたいな。じゃあ分かる？このちょっとお腹の女子が、僕はね、この二人はこの二人は普通にうんこ漏らそうと思ってやってるけど、なんだろう、それうんこ知るだけやん。じゃあ僕は普通にお腹の女子悪いと思って、なんかお腹の痛みってさ、こう分かる分かる分かる、こうやって分かる分かる分かる、周期があるけどね。なるやん。で、このここを超えるために一回閉するとすごい一気にシュッとなるやん。分かる分かる。そのこのここを乗り越えたいからスッってこう。でもさ、昔なかったでしょ。ん？漏らすようにったら最近でしょ。まあ、この話もする？長くなるよ。何？うんこにそんなエピソードがあるの？じゃあ僕は普通に健常な肛門括約筋を持ってたわけよ、うん、昔はね、そうやって育てられてきてるから、ちゃんとね。だから、人前でおならをするときもちゃんとクッて締めて殺せたわけよ、音をね。落とすっていうか、おならすら殺せたわけよ、うん。でも、東海オンエアの人たちと主に活動するようになったときに、でも東海オンエアの人たちの前でおならしようと思ったときに殺す意味ないじゃん。うん、絶対に音出してブッってやった方が、あのお得でしょ。お得でもないで。褒められるやん。褒められる。褒めたことはねえ。楽だしね。それ素なの彼らは。よーし、面白いことするぞーって鳴らしてるわけじゃないの彼らは。屁が出そうだな、ブッってこう言ってた俺らは。違うでしょ、これおもろいと思ったよ、店長なら。昔からそうだもん。そう、昔からそうだ。だからこの仲間内じゃない外でも普通にしちゃうんだよ。それが普通で生きてきたから。うん、逆にあれ面白いぜってやってるのは虫さんだけなんだよ。そうなの？そうだよ。まあ、じゃあ分かった。じゃあ僕はそう勘違いしてわざと音を鳴らすようにこうブッて言うに肛門を改造しちゃったわけ、ちょっとね。でそして癖がついちゃって逆にもうなんていうの、殺せなくなってるのこのおならをね、うん、こう逆にこうやばい、ちょっとここは本当にやばいとこだから、もういつもと当番の場合じゃないと、本当にやばいとこだから殺さないとって言ってピーッ
ってなんか音が出ちゃう。ってなっちゃった。そんなんが出るの？毒されてるよ、完全に。ってなっちゃったわけよ。それの一環だよね。昔だったら多分、やばい、ちょっとおなら出ちゃうなすって時に、身はちゃんとあの肛門で止めれた。あ、お前身ですね、ダメですってできてたんだけど、今の肛門はおならです、おならで、あならなんでね、オッケー、あーやべえ、うんこもありやんってなっちゃう。だからちゃんと育ってきたけど、ところ構わず屁を越えてくる、越えてきて生きてきた人たちのところに合流しちゃったってことでしょ。合流しちゃったのかも、単純に。でも合流しちゃったのかもしれんし、単純に僕の肛門が衰えたかもしれん、カレーと一緒に。カレーと一緒にね。まあ、荒さだもんな、うん、バカ、26だ。足短っ。今年この距離で届かない。何の話だな。だから僕は、じゃあ言ったら僕は体調が悪いからうんこ漏らしてるだけだよ。じゃあそこじゃねえんだよ。うんこの話はいいんだよ。こいつら普通にうんこ漏らそうと思って漏らしてるから一緒にそうなると。体調悪いんでしょ。うんこ漏らそうと思って漏らしてるのは悪い。そもそもおならも俺は普通に全体でね、おならしていい人の前だからおならしてんの。いや外でしてるよ。普通の時は気づかずしてるって。外で、いや怒られたことないもん俺おならで。だわざわざお前屁こいただろって怒らないだろ。人は不快な思いしてるよ。知らない人のところ、知らない人は。そういう時にしないよ俺意外と。ね、知ってると思う。してるよ意外としないよ。絶対にしている。スーってやる。柴田祐介ほどではないけど絶対にしている。俺体育館とか恥ずかしくてスーってやるタイプの。実は周りに友達が固まってる列で並んでる時に勇気出してブンって動くタイプだな。ここは自然体だからいいね。知ってる。俺のおならもスーってやったらピンってやったらね、仕方ない。一緒じゃん。じゃだから何の話なんだ。だから僕のやつは違うんだって。だから体調悪い時に漏らしちゃうだけだけど、夢もろ酔っ払ってうんこ漏らしちゃう。だからの話やん、それは。そりゃしょうがないでば。酔っ払ったらうんこ正面全部出ちゃう。そうだから僕の哲也は屁を 20ml 出すつもりでブッてやってるじゃん、うん、だからどんなに漏らしても 20ml 超えることはないわけだって。屁だと思っている。許可してるからね。ちょびっちょびってちょび。そうだからうちら僕たちもあ出たと思ってパンツ見ても全然ね、もうなんかちょっとついてるだけだから漏らせずに入ってない。あれは誤差。へえ、こいてスッてやったらなんかんんあったかい、ん大丈夫かなってトイレでふってみたらパンツにあー。への失敗、への失敗がゆえのうんこと、への失敗じゃないうんこでしょ。これは普通に人間として失敗してるうんこですね。こっちブリブリブリだから。まあ、お腹の調子も悪いの重なってますから。失敗派ですか？僕失敗派です。ここはじゃあこことここがチームで、こことここがチームで、よくうんこしない。いつ嫌なんだけど。どんな男だそれ。だから何の話なの今日は今。量でしょ？やったのは。そうだよ。オラミン。うんこしんからやん。わからんわ、もう。俺は。iPhone 入れた、ただそれだけ。え、待って、パンツの上に入れたのか下に入れたのか。いや、パンツは上だった。あ、無罪。誰も悪い人いないじゃん、高校には。じゃあ生まれは残念多いから。お前、もうお前シンコもらって。シンコもらって。なんだよそれ今。残念しないでよ、まだ。え、ペイトさんおしっこ漏らします。漏らしますね。あ、もうお前もやん。じゃあおそろなんで。おい、じゃあここずっと残念だよ。ブラックライトこうやってあげたら。なんでお話しくブラックライトに行かんだよ。怖っ怖っ。何の成分だ。タンパクで。タンパク入れたのに。あかんやん、病院行きなよ。ちょっとダメじゃないかそれ。トータルでいきなり現れた人がうんこ漏らす人だったんで。結論で言ったら、だってうちらはやったこといつも通りだったけど、なんか特筆すべき事項があるとしたら、カメラ回してる人がうんこ漏らす。ただただ恥ずかしいです。やばい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 やば